斉藤京子です。あ、すごいいっぱいありがとうございます。お久しぶりです。生キョコ楽しかったですね。生キョコロヒー、私いつぶりだろう、ショールーム、あ、去年の誕生日ぶりかな。25歳の誕生日になりましたとか言って、なんか52歳とか言われた記憶がある。それぶりか。じゃあ1年ぶりぐらいですね。大体音声が途切れる、嘘。大丈夫ですか、見えてたり聞こえてたりしますか。待って、ショールーム久しぶりすぎてなんか結構いろいろ不安だけど大丈夫かな。生キョコロヒー楽しかった、本当にありがとうございました。あの生キョコロヒーめちゃくちゃ楽しかった、本当に。なんかもう余韻でしかなくて、5月21日ぐらいまでだったら、あの配信のアーカイブいつでも何回でも見れるのでぜひ見てください。生キョコのアーカイブ私毎日見てます。なんか楽しすぎて、そう、箱の中身とかいろいろ楽しすぎて、私の中でもめちゃくちゃ思い出になりましたし、すっごく最高の思い出だったので、はい、よかったらアーカイブ見てください。マジ見てね。これは嫌なギャルのモノマネです。あの MTV アンプラグドという、MTV さんのこうすごい歴史的な、歴史に残るようなライブがあるんですけど、それにまさかまさかの、 あの出演させていただくことになりまして、本当にそれがすごく嬉しくて、で私もずっと昔からあの有観客でのソロコンサートっていうのがすごく夢だったので、まあ、今回それがついにこの世界に入って7年目でこう叶うということで本当に嬉しくて、こうより少しでも一人でも多くの方に見ていただきたいなっていうふうにすごく思っています。なので本当にぜひぜひ、もうみんなでその夢を叶える瞬間にしたいなっていうふうに思っていますし、私自身ももう自分の中で一番ぐらいに大きな夢だったので、あのその夢を叶う得られる瞬間をこうみんなで一緒に時間を共にできたらなっていうふうにすごく思っています。チケットが今までファンクラブ選考とあとローチケで行ってたんですけど、もうかなりありがたいことにたくさんの方が来てくださるということなんですけど、最後の最後 の一般が明日の朝の10時からになるので、まだの方はぜひぜひ来ていただきたくて、すごく来ていただきたく思っています。はい、ピアアリーナ MM っていう神奈川県のところでやるんですけど、本当に来てほしいです。絶対に来ていただきたく思ってます、すごく。で MTV さんと言ったら、まず最初に出させていただいたのが緑黄色社会さんの、ライブに思い人っていう曲で私参加させていただいて、永井春子さんと2人で歌うっていう夢のような体験をさせていただいて、もう嬉しすぎて終わった後とかももう本当に泣いて、楽しかったって思ったら、数ヶ月後に VMAJ でラブカっていう、ヒイラギキライさんのラブカっていうボーカロイドの歌なんですけど、その歌を歌わせていただいて、でそれがまだ YouTube にも載ってるんですけど、で去年の今頃に MTV ライブセッションズっていう初めての、無観客なんですけど初めての私にとってのソロライブっていうものをやらせていただいて、それで今年この MTV アンプラグドということで、そのたくさん本当にお世話になっています MTV さんには。でその5月21日なので、まあもうすぐですね。まあもう本当に本当に自分が経験したお仕事の中でもトップレベルですごい
大仕事なので、ぜひぜひ見に来ていただきたいですね、本当に。で、なんかその MTV の、見送りとかレターとかで、これってどうなの？みたいな質問がいくつかあったので、それを答えさせていただけたらなっていうふうに思っていまして、服装とかどうしたらいいんですか？みたいな、なんかドレスコードじゃなきゃダメなの？みたいな意見が結構いただいたんですけど、特にそういうのはなくって、基本的には何でも大丈夫っていうことです。なので、お洋服は特に気にせず、何でも大丈夫なので、気にせずで、はい。なんですけど、まあ、結構しっとりした、こう落ち着いた、なんかこう、なんていうんですかね、ディナーショーっぽいイメージではいるので、なんかこうめっちゃ派手なコスプレとかっていうよりは、まあ、普通ぐらいで大丈夫です。全然半袖短パンとかでも全然大丈夫です。はい。ミツバチのコスプレぐらいだとちょっと浮くかもしれないんですけど、みたいな感覚です。なので基本的には大丈夫です。で、ペンライト、うちわとか応援グッズとかいいのかとか、立ってみるの、座席なのみたいなのは、まずアンプラグドなので、基本はアコースティックアレンジのライブになる予定なので、着席でペンライトなど応援グッズとかは、の使用とかは控えて、じっくりと曲を聴いてもらえたら嬉しく思います。はい。なので、こうイエイイエイイエイっていうよりは、こうもう静かにゆったり聴いていただけたら嬉しいです。なので、あんまり疲れないと思います、普通のライブとかよりは。なので、気楽に来ていただけたら嬉しいです。ただ、まあ、ここだけの話、その実はアコースティックじゃない時間もちょっとだけ考えていたりするので、その時は立ってなんかグッズとかでこう使用したりとかは大丈夫です。で、マスクは必要、声援は OK とかっていう、その辺のガイドライン的なものは、マスク着用は必須ではなく推奨とさせていただき、マスク着用していれば感染は OK です。感染は OK です。でも、まあ、もしよければ歌唱中はじっくり曲を聴いていただきたいなっていうふうに思います。でね、今回、前回、MTV ライブセッションズでは11曲歌わせていただいたんですけど、それよりも歌います。なので、ちょっとまだ何曲っていうのはあれなんですけど、まだ決まってないんですけど、とにかくたくさん歌うので、もう本当に一つのソロコンサートっていう感じです。それぐらい結構歌うので、たくさん歌います。で、今回は、前回は MTV ライブセッションズは、MTV さんがなんかこう齊藤京子の歌を調理してどうなるかみたいな感じの内容だったので、 MTV さんから「こういう曲どうですか？」って言われて、「ああ、じゃあちょっと頑張ってみます、挑戦してみます」っていう感じでこうやって、で、まあ、半分ぐらいは自分でこの曲歌いたいですとかっていう感じだったんですけど、今回に関しては全曲自分で考えました。はい。で、セットリストもまだ決まってはないんですけど、今スタッフさんに「このセットリストどうですかね？」って言ってボンってお渡ししたので、まあ、もしそれがそのまま反映されたとしたら、もう完全に全部セルフプロデュースっていう感じになるので、そこはこうぜひぜひ楽しみにしていてくださいっていう気持ちですね。まあ、セットリストはちょっともちろん秘密ではあるんですけど、今回はそうですね、まあまず日向坂の曲とカバー曲の割合は、まずカバー曲の方が多いです。はい。アーティストさんの曲を歌わせていただきます。で、日向坂の曲は意外な曲もあります。え、これ歌うの？みたいな、まあ、つまり私が参加してない曲というか、1期生曲でもなければ私のユニット曲でもなく全体曲でもない、え、その歌きょんこが歌うの初めて聞く、みたいな曲もあります。
でカバー曲は過去にテレビで披露した曲もあれば初披露の曲もあったりとか、まあ、MTV さんですごく反響のあった曲とかがありますね。で結構今回結構じっくり曲選んだんですけど、まず好きで歌いたい曲と、あの方の MTV アンプラグドを見てそこで感動した出会った曲とか、挑戦したい曲とか、 MTV さんでめちゃくちゃ反響あった曲とか、あの番組でめちゃくちゃ反響あった曲とか、あの曲とかみたいな感じなので、結構セットリストには自信があって、でこう組み方、まあセットリストまだ決まってないんですけど、まあ、この感じでいくとしたら結構いろいろ考えてのセットリストで組んだので、まあ私のこと知ってくださってる方とか、ヒョンコイズの方だったらめちゃくちゃ楽しんでいただけるようなセトリにできたんじゃないかなっていうふうに思ってます。こんばんは。めちゃめちゃ予習したい。生バンド、あ、そうです、生でっていう感じなので、もう本当に今までの感じではないですし、先日行われた「生キョコロヒー」での私とかとはもう全然違う、もう歌での私なので、こう今までなかなか見せることのできないような自分を見せられたらなっていうふうに思ってます。ヒコロヒーさんの夢は歌いますか？でもヒコロヒーさんとか、あれ？止まった？でも結構ね、今回そのどうなるかわからないんですけど、まあ、ヒコロヒーさんとか、あっぱれやってます木曜日のメンバーの皆さんとか、あとメンバーの日向坂メンバーのみんなとかには、ぜひよかったら来てくださいってことを言ったので、もしかしたらたくさん見に来てくれるかなっていう、来てくれたら嬉しいなっていう感じですね。いや、なかなか一人でコンサートするなんてもうないので、まあ、本当にこう自分の中でも本当に大切にしたイベントでもありますし、見に来ていただけたら嬉しいなっていうのもあります。なのでファンの方はもうぜひぜひ来ていただきたく思いますね。本当に明日の朝の10時から受付が始まるので、 MTV アンプラグドって調べればすぐ出てくると思うので、はい、ぜひぜひ来ていただきたいです。 MC とかはちょっと本当にまだ考えてなくて、だけど本当に歌に集中したいっていうのがあるので、まあちょっと MC はあんまり期待せず、なんかとにかく歌を楽しみにしていただけたらなっていうふうに思ってます。はい、でももうなんかスタッフにこう聞いたんですけど、今の時点で結構もうたくさんの方に埋まってるってことを聞いたので、あともう最後のチャンスというか明日の一般があるので、ぜひ来ていただきたく思います。司会の方はつくの？そういうの分かんないな、どうなんだろう、全然分からないですけど聞いてないですね。昨日からMTV のボイトレが始まったので、まあ、でも昨日は結構構成の話とかを先生としたんですけど、そう、先生はいつも私の歌のお仕事は絶対に毎回来てくださる女性の先生なんですけど、すっごく優しい先生がいて、その先生に今回もご指導いただくので最高のライブができたらなっていうふうに思ってます。ピアアリーナは日向坂でも立たせていただいたステージなのですごく嬉しいですね。そこを一人でってなるとかなり緊張するんですけど、でももうこんなチャンスなかなかないので、最高の一日にしたいと思ってます。最高の思い出にしたいです。みんなで一緒に夢叶えましょう。はい、ありがとうございます。来てください、ぜひ。全然まだ間に合うのでぜひ来ていただけたら嬉しいです。
オードリーさん来るかな。オードリーさん来ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですね。でも、オードリーさんに言ってないな。お伝えしたいけど。来ていただけたらめちゃくちゃ嬉しいですね。来ていただけたらむしろ出てほしいな。ソロコンに。ゲストは、そういうのは全然聞いてなくて、なので、本当に自分で曲決めて、セトリも決めて、どうなっていくかみたいな感じですね。でも、セトリめっちゃいい感じなんですよね。もう今、サブスクで、こう、全部、そのプレイリスト作ったんですけど、めっちゃいいです。はい。っていう感じです、MTV さんは。あと、なんか質問とかありますかね？なんか、どうなの？みたいな。どうなの？っていうか、これってどうすればいいの？とかが、もしあれば、なんかレターでも全然気楽に聞いてください。時間はどれぐらい？あ、確かに。2時間以内だと思います。あ、2時間以内は多分絶対そうだと思うんですけど、そんな長くないと思います。でも結構な曲やるので、はい、でも1時間以上2時間以下って感じですかね。以内。グッズは出るの？グッズ出したいですけどね。グッズは出ないと思います。特に聞いてないです。はい、そう、今日30分だけなんですよ。お仕事とお仕事の合間にできたので、なんですけど、ちょっと30分ぐらいで終わっちゃうので、あと半分ぐらいなんですけど、でも久しぶりだったので、ずっとやりたいなって思ってたので、こうできて嬉しいです。サプライズはあるの？サプライズはあるとしたら今言われてないですよね。でも私は何も聞いてないです。本当にこれぐらいしか聞いてないです。とにかく楽しみで、本当に。はい、まあそう、 MTV さんのこともあるんですけど、でもショールーム配信をずっとしたいなと思ってて、どこでやろうかなって思ってたので、はい、できてよかったです。今日は隣にポカも来てくれてます。なんかさ、一番大きなポカ連れてこられました。一番大きなポカいた。ててちょっとポカが大きすぎてさ、一人でさ、画面埋め尽くされてるんですけど、よいしょ、なんかおります。ポカです。激デカポカ。このポカ、こんなすごい大きいんだけど、このポカめっちゃ大きい。まあ、この子も応援に来てくれました。 追いやった すまんすまん。はい、京子が小さいのよ。京子が小さい、まあ身長は低いですけど、これ結構大きいよ。あと、みんなここ持つからさ、ここがなんかしおれてくるっぽくて、すまんすまん。よいしょ。あ、服かわいいって、ありがとう、ありがとう。これね、今日初めて着た。誕生日なので祝って。お誕生日おめでとう。ミークリも来てね。喉の調子は、喉ね、普通、なんかね、今は良くも悪くもって感じかも。昨日喉の薬飲んだ。なんかちょっとだけ違和感あって、でもね、めっちゃ元気だから、全然風邪とかそういう系ではない。多分なんか辛いものを食べて歌ったからダメだったのかな。ちょっと気をつけよう。人狼やろうだってね。人狼マジでやりたい。みんなで集まって人狼やろうよって気持ち。人狼とワードウルフと糸がもうトップレベルのゲームなんですけど、とにかくゲームが好きで、カードゲーム、ボードゲームがね、いつかファンの皆さんとやりたい。なんか10人ぐらいずつで1回戦ずつやってみたいな。めっちゃやりたい。ゲームマスターでもいいし、ハイルでもいいし、まあ、とにかくなんか人狼の仕事やりたすぎて、ワードウルフとかやりたいです。今日初めてこんな髪型してみたの。これハーフ、私がいつもやってるハーフツインで、こういうやつのなんか緩めバージョン、ナチュラルバージョンみたいな、なんかナチュラルハーフツインっぽいやつをやってみました。
今日なんか服装がちょっと大人っぽい感じだったので、ハーフツインだと可愛すぎちゃうかなと思って、なんかと思ってこんな感じにしてみました。レインマンやりたい。そうレインマンいいよね。なんか分かりやすく市民がいるかいないか分かるし、あの私がおすすめの人狼ゲームの役職は、あとメンタリストがめちゃくちゃおすすめで、メンタリストは人狼が誰だか分かってる人狼チームの人で、だけど別に占い師とか占われても人間って出るし、だけど人狼分かってるから、あのよく裏切り者ってさ、あのいるじゃないですか、あの結構王道なあの役職で、裏切り者はいい感じにかき乱して人狼チームの子なんですけど、こうチームのあれなんですけど、メンタリストは人狼が最初から分かってるので、こうもう最初から味方っていう、そういう人狼側なので結構いいですよ。あとはあの恋人、双子とか言うんですけど、それはお互いがあの市民って分かり合ってる、だから例えば誰かに責められたとしても、あ、実は恋人なので、あの本当に全然人狼じゃないですって否定できる、めちゃくちゃこう分かり合ってる市民っていう。で運命の恋人っていうのは、一人がいなくなったら絶対道連れで次の朝いなくなるっていうのが運命の恋人なんですけど、恋人よりもっとこうちょっと難易度の高いというか、二人いなくなっちゃうので人狼側からしたら美味しいじゃないですか。そういうのも面白いですね。あとまあレインマンが面白くてこの前入れてみて、あと人狼側だったらパパラッチっていうのもあるんですけど、パパラッチは人狼側の占い師で、なので占うじゃなくて調査するって書いてあって、それが面白くて、だからこう誰が人狼かなって思って人狼っぽい人調査します、そしたら人狼って出ます、そしたらもう、あ、この人はじゃあ味方だって思って、そっからあのこう味方のムーブをしていくので、まあ、パパラッチも結構書き乱しとしてめちゃくちゃいいですね。そんな感じかな。あまだあった、全然あった。あのコスプレイヤーっていう、あの騎士なん、役割としては騎士で、だけど人狼に占われたら人狼って出るの、あ違う占い師に占われたら人狼って出ちゃう、だから騎士として守ってるのに占い師に占われて人狼って出ちゃいました、え、ちょっと待ってよっていう、まあ面白いのとか、あと偉大な霊媒師も結構よくて、あの霊媒師のその追放されたり襲撃された人を降臨することができる、一人一名だけ。この辺がおすすめラインナップです。人狼ゲームやってる方ぜひこの辺、課金するならこの辺ですって感じです。そう、人狼はもう本当に大好きで、人狼とワードウルフと糸がとにかく好きです。よかったらぜひ入れてみてください。そう、アクトレスもあのレミノっていう新しい、アプリで配信されてるんですけど、第5話がキリのシーンで、キリの回でまさに今日だったんですけど、まあ、ここからキリはもうあの回想シーンじゃなくてちゃんと出てくるので、はい、たくさん見ていただけたら嬉しいです。ちょっと待って、時間が地味にないから、こうたくさんこっから怒涛に喋りまくる。あとなんか質問ありますか？そう、アモンガースもめっちゃハマってて、あのちょっと遅いっぽいんですけど、あの今更アモンガースにハマってます。あと AI インポスターとかやってます。だからなんか人狼の派生ゲームみたいなのとかめっちゃやってます。ガンガン質問してください。もうあと5分ぐらいなので、いや30分ってめっちゃ短いですね。なので何でも答えます。明日スプラトゥーン頑張って、ありがとうございます。そう、人狼の話とかしてるけど、明日スプラトゥーンなんだ。なので明日スプラトゥーンなので、今日の夜はスプラトゥーンをめちゃくちゃしまくります。で同じチームのメンバーと今日はやろうと思ってるので。海外ならどこ行きたい？韓国行って辛いものとか食べたりとか、あの美味しいスイーツ系食べたいかも。でも韓国行ったことあるんですよね。プライベートはあのどこにも行ったことがなくて、シュークリーム好き、シュークリームはめっちゃ好きです。あのクッキーシューが好きです。もうチーム分かってるの？チーム分かってます。あのですね、カップスターから
あのですね、カップスターから日高屋監修のチゲ味噌ラーメンタテビッグが発売されます。え、もうこれ私夢で、あの私メッセージとかで言ったんですけど、あのもう今世紀最大の夢が叶ったってメッセージ送ったの覚えてますか？それなんですけど、あのびっくりして、そのえこことここつながったって思って、で私そのラーメンの中で一番チゲ味噌ラーメンがずっと好きって言ってるじゃないですか、でのカップラーメン出したいっていうのを日向屋とかで言ってて、なのでもう夢が叶ったっていう、で再来週5月22日に発売されます。ちょっと今皆さん発売日覚えましたか？あの再来週の5月22日ですから発売なので、もうぜひぜひ、でそのなんとその蓋に私斉藤京子が登場してます。もう本当にこんな嬉しいことなくて、あの前新しい鍵出演させていただいた時に、あの花子の岡部さんとめっちゃチゲ味噌ラーメンの話したんですよ。チゲ味噌ラーメンめっちゃお好きらしくて、みたいな、チゲ味噌ラーメン好きな人に出会ったみたいになって、そこでめっちゃチゲ味噌トークしてたので、もう岡部さんには真っ先に報告したいなと思ってるんですけど、あのどこかでお会いできたらお伝えしたいですっていうことなので、あの詳しくはまたアナウンスがあると思うので、あのお楽しみにです。今日はこれぐらいしか報告できないんですけど、あのとにかくチゲ味噌ラーメンのカップラーメンが出るんですよ。すごくないですか？本当に。であのチゲ味噌ラーメンって日高屋さんで、あの期間限定でだいたい3月から5、6月ぐらいまで、あ違う3月じゃないか、1月ぐらいだったっけ、まあ、だいたいこう冬冬季限定での期間限定の発売ものだったので、まあ食べに行ったりとか、まあ、あれだったしてたんですけど、あのそれのカップラーメンが出るんですよ。あのすごくないですか？本当にすごくないですか？私夢で、まあ、だから本当今世紀最大の夢が叶ったということで、あの、カップスターのチゲ味噌ラーメンと MTV アンプラグド、この私の夢を5月たくさん叶えられることができるので、こうみんなで一緒にその時間を楽しめたらなというふうに思います。なんかこう自分が抱える夢はこう本当にファンの皆さんと全部一緒に進行してるっていうふうに思ってるので、何でもこうファンのなんか仕事しててもファンの皆さんと全部一緒って思ってるので、こう皆さんとはつながってるものだと思ってるので、はい、この辺はこう一緒に楽しんでいけたらなっていうふうに思います。そのカップラーメンも一緒に食べましょう。そして MTV も一緒に時間共にしましょう。結構たくさん時間みっちり一緒にいられると思うので、あの一緒に夢を叶えましょうねということで、あのそんな感じで、はい、ショールームを終わりたいと思います。皆さんお忙しいところ時間集まってくださってありがとうございました。明日の10時からあの MTV の一般発売があるので、もうぜひぜひ本当にお願いします。あのキョンコイじゃなくてお日様でもないみたいな、だけどお日様とか、まあ誰でも皆さんぜひぜひあのご応募いただけたら嬉しいです。それではよろしくお願いします。また近々ショールームもできたらなと思うので、はい、メッセージとかでもたくさん動画とか送ったりします。本当にありがとうございました。 MTV 来てね。バイバイ。